シュテデントとヘルマン・ベルンハルト・ラムケ・クルト・アルトゥルベンの、シュテデントは、ドイツの軍人。最終階級は、空軍上級大将。第二次世界大戦で、軍司令官を務めたほか、高下領兵の育成に貢献した。ビルク・ホルツ生まれ、11歳で軍の幼年学校に入学し、1910年に、士官候補生として、プロイセン軍に入園した。 すでに1913年に飛行機の操縦ライセンスを取得。第一次世界大戦では6機を撃墜し、1918年に大尉に昇進した。戦後はドイツ軍航空部隊の再建に従事する。1922年から1928年陸軍装備局の航空技術産業を務めるが、当時ドイツ軍はベルサイユ条約の取り決めにより航空機の保有を 禁止されていた。1933年、当時はまだ存在が否得されていたドイツ空軍に入り、教育部門に属して、航空学校観察官を務める。1938年4月1日、第3航空師団長に任命され、同時に少々に昇進した。同年夏に、初の高架量兵部隊編成を命じられ、秋に第7航空師団が編成された。 第二次世界大戦中の1940年1月1日、中将に昇進。同年5月の西方電撃戦で、シュテュデントの部隊は、オランダ侵攻及びベルギー侵攻に従事。ロッテルダムの戦いで、オランダ軍を降伏させるが、武装親衛隊の部隊に攻撃停止を命令しようとしたところ、流れ玉が東部に命中して、重傷を負った。 オランダ・ベルギー占領作戦での協力や国境要塞のダッシュで出伝との育成した高架量兵は多大な貢献をしたため、出伝とは5月12日に騎士鉄十字章を受章し、2週間後に航空兵大将に昇進した。クレタ島に降下するドイツ軍高架量兵1941年1月1日、出伝とは高架量兵部隊である。 第11航空軍団司令官に補えされた。この部隊を率いて出電とは、クレタ島降下作戦に従事する。クレタ島降下作戦、メルクールは1941年5月20日に発動された。1万人の降下両兵と750人のグライダー部隊が降下し、飛行場を占領した後に、山岳両兵を含む5000人が10-52輸送機で、 クレタ島に着陸するというものだった。アドルフ・ヒトラーは、クレタ島がルーマニアの油田地帯を脅かす爆撃機の根拠地となることを恐れてこの作戦を再化したが、クレタ島には42,640人の連合国軍兵士がおり、うち1万人はギリシャ兵で地元パルチザンの支援を受けていた。連合軍やパルチザンの激しい抵抗に対し、 シュトゥデントは31日に攻撃された場合に限って地元住民への報復行為を許可する指令を形した。この指令により集落が焼き払われたり男性一般市民が射殺される事件が起きた。同盟国イタリアのベニート・ムッソリーニ政権が倒された翌日の1943年7月25日、シュトゥデントはヒトラーの命を受け高下両兵を使って 逮捕拘束されているムッソリーニを救出する愛兵作戦に着手した。9月12日、シュトデントはムッソリーニ救出に成功した。この作戦の第2段階は連合国に願えたイタリアにおけるクーデター計画でドイツにとっての裏切り者を逮捕するものだった。シュトデントはローマ近辺に2万人の高科量兵を集めイタリア国王一家を誘拐する計画も立てていたが、 これは実行されなかった。1944年3月から11月、シュトゥデントは第一高下両兵軍司令官を務め、その後1945年1月まで西部戦線で H 軍集団司令官の任にあった。1945年1月、空軍高下両兵部隊司令官に補いされる。終戦の1週間前、シュトゥデントはバイクセル軍集団司令官に、 任命されたが、実際に着任することなく、戦争は終わった。連合軍に逮捕された出伝とは、1946年5月に、イギリス軍の軍事法廷に起訴され、クレタ島における戦争犯罪の代償で、懲役5年の刑を下された。しかし、1948年に出国した。戦後、出伝とは、ドイツ国防軍の戦友会の指導的立場にあり、 毎年5月20日に開催されるクレタの日の名誉ゲストであった。1978年、ノルトベストファーレン州レム号において88歳で死去した。シュティデントの名は戦後のドイツ連邦軍でも検証の対象とされ、基地にはその名を冠した通りや施設が存在していたが、クレタ島における戦争犯罪を考慮して1998年秋に全て抹消された。 ありがとうございます。